広島のターンになります。持ってるのは名誉です。そして速いボールが入った。ソットからエバンス合わせてのというところもあったんですが、さあここから仕掛けていきますが、はい、ソットがこれを抑え、ローテーションのタイミング分かってるんですけど、今日おそらく早いんですよね。あ、そしてブロック、いや、ブロック、リアル選手に1対1の機会を作ってる、そんなオフェンスになってますね。ハイソットスリーポイントです。スリーポイントも決めてきた。これ日本ソットのスクリーンを使う辻、ブラフシアから外入って合わせて、ソット落ちました。自ら取る、決める。いや、もうこれはしっかりデザインしてきましたよね。ストロール辻とのコンビ、辻名誉に戻す、名誉はペイントアタックからアリウム。